どうもこんにちは、作業療法士の小岩です。だいぶですね、寒さも厳しくなってきて、手が冷えたりとか手荒れをね、お悩みの方がたくさんいらっしゃると思います。そこで今日はですね、そんなお悩みを解決していただくスペシャルゲストをお招きしております。はい、では早速紹介いたします。介護美容がご専門のラディーナ株式会社代表の堀口さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、簡単にちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、皆さんはじめまして、介護美容チャンネルの堀口かすとりと申します。ちょっと名前が長いので語尾を取ってトゥリというふうに覚えてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、トゥリさんでお願いします。私なんですけど、女性には何歳になっても美容を楽しんでいただきたいという思いから、安心して使える化粧品の開発だったり、日々スキンケアやメイク、ネイルなどをご自身で行っていけるような方法を発信しています。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そんなですね、堀口さんですね、今日はですね、自分でできる美容ハンドマッサージということでですね、教えていただけるということで、こう指先をこう美しく血行良くしたりとか、冷え性のお悩みの方とかにはとても参考になると思いますので、ぜひ僕らと一緒に行ってみましょうね。ではここから早速ですね、どんなハンドマッサージなのか、ご紹介いただきたいと思います。ではそれではですね、私たちと一緒にやってみましょう。はい、そしたら早速行っていきましょう。ね、偶然にもね、ピンク同士ということで、まさかのピンクコラボということですね。で、堀口さんにね、ここからはやっていただきますので、では、ハンドマッサージの方、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今からご紹介するマッサージなんですけど、血行を促進するというふうな効果があります。今すごく寒い季節なので、指先冷え込んでしまっている方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。いますね。なのでこのマッサージを行っていただくと、指先までしっかりと血が巡るので、ポカポカと全体的に暖かくなっていくので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ではマッサージなんですけど、片手ずつ行っていきますので、はい、まず左手から行っていきます。ではまず右手で親指を作っていただいたら、左手の手のひらに丸を描きます。丸を、はい、ちょっと痛気持ちいいくらいの強さで押しながら10回回していきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら手のひらの今度真ん中、はい、真ん中、はい、真ん中をぎゅーっと10秒間押します。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構痛いですね。あ、痛いです。結構押しますね。そしたら今度この親指、はい、手首まで下げます。はい、下げて。この血管が集まっているところですね、はい、手首の。ここも親指で丸を描きます。手首を丸を描く。これも10回一緒にいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたら今度手首の親指下2本分下げたところ、はい、1、2、下げたところに腱が2本あるんですけど、その真ん中、はい、くぼんでる部分、皆さんありますかね。くぼみ、はい、ここのくぼみですね、はい、このくぼみをぎゅーっと10秒間押します。せーの、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、はい、次なんですが親指と人差し指の間、はい、あ、この間の水かきみたいなものですかね。あ、そうですね、はい、そのこの部分ちょっと押すと痛い方もいらっしゃるかなと思うんですけど、この部分も10秒間押します。手の甲側が親指で大丈夫ですかね。大丈夫です、はい、手の甲側を親指こう当てていただいて、はい、10秒間一緒に押していきましょう、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と、確かに結構痛いですね。痛いですよね、はい、ここね、血圧下げる作用もあるので、はい、ちょっとおすすめなツボです。痛いとなんか悪いみたいな感じじゃないですか。あ、じゃないですよ、みんな痛いです、これはみんな痛いものです。具合が悪いのかと思って。安心してください。そしたら今度左手を甲側、はい、右手でギュッと掴みます。あ、そうです、そうです、はい、ギュッと掴んだらこの手をギューッと指先まで持っていってポン。あ、そうです、そうです、はい、もう一度ギュッと掴んだらギューッと指先まで持ってってポン、はい、もう一度ギュッと掴んだらギューッと指先まで持ってってポン、はい、最後いきます。ギュッと掴んだらギューッと指先まで持ってってポン、はい、なんかじわーってしました。あ、しました。ちょっと血をね、こう指先にこう持っていくようなイメージですね。ですね、はい、はい。で、次。今度、左手の指を右手で押して反らせます。あ、なるほど。あ、そうです、そうです。これ10秒間一緒に行きましょう。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、最後、はい、今と反対です。手の指を自分の方に向けます。あ、そうです、柔らかいですね。あ、本当ですか、はい、これ10秒間一緒にいきましょう、はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、これで今片手が終わりました、はい、ちょっと左右比べていただくと少し左手の方が柔らかくなってきてるかなと思います。今度同じ動きを右手に行っていきます、はい、皆さん覚えてますかね。最初は左手で、あ、覚えてますね。あ、そうですね、ありがとうございます。親指を作っていただいたら手のひらに丸を描きます。痛気持ちいいくらいの強さで10回一緒にいきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、そしたら次、手のひらの真ん中をぎゅーっと10秒間押します。はい、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次、手首まで親指を下げていって血管が集まってるところですね、はい、ここを10回丸を描きます、はい、一緒に行きましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、次ちょっとまた難しいですね。親指2本分下げた
剣の真ん中、くぼんでる部分ですね、はい、ここを10秒間ぎゅーっと押します。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、はい、次です。人差し指と親指の間、はい、水かきの部分ですね、はい、で手の甲側に親指を乗せていただいて、はい、ここをぎゅーっと10秒間押していきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。結構痛気持ちいいですね。痛気持ちいいですよね、はい、そしたら右手を甲側、左手でギュッと掴みます、はい、この手をギューッと指先まで引っ張っていって、ポン、はい、スポンと、もう一度ギュッと掴んで、ギューッと指先まで引っ張っていって、ポン、もう一度ギュッと掴んで、ギューッと指先まで引っ張っていって、ポン、最後ギュッと掴んだら、ギューッと引っ張っていって、ポン、これもやっぱりじわっときますね。じわっときます。あ、よかった。そしたら今度、右手の指を左手で押して反らせます。はい、これ10秒間いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後、はい、今と反対です。自分の方に手を向けます。そうですね、はい、これ10秒間いきましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、これでマッサージが終わりました、はい、皆さんどうですかね。ちょっとポカポカとしてきたんじゃないですか。指先の方があったかい感じありますね。あ、本当ですか、はい、よかったです。本当に血流がしっかりこう指先まで行くので、血行促進だけでなくてリラックス効果があったりとか、うん、毎日こう続けることで拘縮予防になったりとか、はい、本当にマッサージってすごくいろんな効果があって、うん、不眠症の改善などにも効果があるので、いいですね、ぜひぜひ皆さんちょっと覚えてみて試してみてください、はい、ぜひ一緒にやってみてくださいね、はい、なんかハンドマッサージを行う上でちょっとこうアドバイスとか、こうやったらもっと行いやすくなるよ、血行良くなるよとかありますか。 ありがとうございます。そうですね、マッサージをするときはできればハンドクリームをお付けしてから、その状態で今みたいにこう触っていただいたり、こう引っ張っていただくと、よりこうスルッと、ちょっともしかしたら今ギギュってなっちゃったかもしれないんですけど、ハンドクリーム塗っていただくことで保湿もされて、さらにポカポカになるということでいい効果があるので、ぜひもしお家にハンドクリームある方はハンドクリームつけてからやってみてください。ぜひ皆さんもやってみてください。いや、チュンさん、本日は本当にありがとうございます、はい、たくさん教えていただいて、僕もね、やっぱり体操教室とかでたくさんのご高齢の方とお会いするので、まあ、いろんな方に、手のお悩みの方にお伝えしていきたいと思いますので、視聴者の皆さんもですね、ちょっと手が冷えちゃうなって時は、ぜひ、こういったですね、自分でできるマッサージやってみてくださいね。では最後にですね、トゥリーさんの方からもしよかったら皆さんにお伝えしたいこと、ありましたら言っていただいてもよろしいでしょうか。はい、最初にちょっとご紹介させていただいたんですけど、私何歳になっても美容が楽しめるように安心安全な化粧品の開発を行っています。で、その商品なんですけど、こういうちょっとペン型の水性マニキュアって言って、水性マニキュア、はい、水性の本当筆ペンみたいな、文房具みたいなものなんですけど、これがマニキュアなんです、うん、剥がして取ることができるので除光液がいらなかったり、匂いが全くないとか、30秒で乾くとか、すごいいい要素をいっぱい詰め込んで、はい、安心して爪に優しいタイプのマニキュアを作ってるんですね。すごいですね。はい、
で、これちょっと私の会社で販売をしてます。で、今日は実際荻野さんにネイルペンをちょっと使っていただいて、はい、このメイクしていただくというか、はい、そうですね、はい、せっかくなのでちょっと初ですか、はい、そうなんです、初ですね。ちょっと初めて荻野さんのネイル姿を、はい、ぜひちょっと皆さんにも見ていただきたいので、私の方の介護美容チャンネルで荻野さんにネイルペンを使っていただいて、はい、レビューをしていただいてますので、はい、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。はい、はい、僕の新しい一面をぜひ見ていただきたいと思いますので、プリさんの、チャンネルの方は概要欄の方にですね、詳細を記載しておきますので、よかったらそちらも合わせてご確認くださいね。はい、ではですね、本日は本当にありがとうございます。はい、これからね、寒くなるので皆さんも体調には十分お気をつけくださいね。それでは今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。では皆様お疲れ様でした。お疲れ様でした。